が山口県なのでずっと海を見ながら育ってはいるので、西日本の、まあ、自然の風景の中で走りたいなと。大会がもう1年半ない中でアスリートとしては目標っていうのの大切さをすごい感じて、今までないチャレンジといえば長い距離走る。誰もやったことがないっていうのは自分を追い込んでやらなきゃいけない。長く走るための自分の最適なスピードだったり心拍数のゾーンっていうのを探しながら走り続けることをトレーニングしたし、その力をつけることでまた世界で挑戦する上のステップに行けるかなと。山陰海岸のジオパークトレイルって、まあ、ロードが多いけどちょっと入ったら自然に入れるっていう楽しみを感じながら走れるので、そういった意味では前半戦でとにかくスピード上げすぎないようにそこでリズムにつかめたら中間は乗り切れるかなと。今まで走ってことない170キロ超えたあたりからは自分の中で面白みに変わっていくと思うので、その中で速さを競うっていうのはこのチャレンジが大会とは別物かなと。よし、10分でいいですか。10分ね、もう上がりすぎる。いいと思う、いいと思う。321とかあるんですか。おー、いよいよ。じゃあカウント5秒前 GO!4、3、2、1、レッツゴー。はい、行きまーす。よし、行きまーす。よし、行きまーす。長いなと思ってたから心配したけど、良かったですね。みんないるからあっという間に終わりました。そう、抑えすぎると今度またそれで足やられちゃうから、もうとにかく小さく体でステップ。Look at the stars, how they shine so bright. The moon is full and makes a perfect night. So come along and close the door, 'cause the night is the night that we've been waiting for. Gonna take you for a drive in my brand new ride. Gonna take you for a drive in my brand new ride. ちょうどいいペース、オンタイム。今日は3件また食べたんで。ロードを入れてるし、ラブっぽいですよね。気をつけて。卓球で。山陰海岸の砂浜を意識して、普段から砂浜の往復をして、砂を走る感覚を身につけたりっていう対策をしてきました。やばいっすね、今日。嬉しい。
イエーイ、ウフー、一瞬だった、楽しんだ。楽しかった、楽しみすぎちゃった。ここに座ると全然いいよ、足とりあえず靴脱ぐ。わあすごい、もう完璧これ、完璧、いや楽しい。地球を感じました。いいの出ましたね。いや、やっぱ裸足で砂を走るって子供心に戻っていいですね。何も痛くないし。そう、54キロで12時5分、うん、オンタイム、オンタイムだね、オンタイム、オンタイム、はい、行こう、はい、頑張る、行きます。山をずっと走るっていう楽しさだけじゃなくて、海を見ながら走れるっていうのはまた違う気持ち良さの中で走れるので。波釣りですかね。よしよしよし、いいですね。暑い。山の中ちょっとこもって暑いですけど、うん、すごい順調っぽく見えるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今から、はい、こちらでですね、兵庫へ行ってまいります。はい、これでちょっと記念写真、せーの、世界を目指す上で走り続ける力も必要だなと感じているので、歩くのをできるだけ減らし、速さを目指したいと思います。もうちょっとで夕食です。デイ、お疲れ様。はい、どうぞ。まあ一回靴脱いで。よっしゃ。暑い。まだ顔が、顔汗が出る。お腹すいた、きた。うわ、うまっ。めっちゃ何分、うん、ここはゆっくりした方がいいんじゃない、うん、夜の始まりです。夜どこが一番嫌なの今回。夜ですか、嫌、うん、なのは多分だから11時の時間ってことでしょ。天野部の峠越えが終わって大体11時。天野部が峠越えか、天野部までの峠越え。ロードって何キロでしたっけ、あの峠越え。峠越えは長いよ、21.4。あ、一番長いとこ、一番長い、あ、余るべまでのやつよね。余るべ、2個、よし、大丈夫、はい、頑張って。
今から今から。ライトは2度は使いませんよ。大会って走る人同士ならではの辛くなった時の共感とか喋りながら走ったりするので、そういうのはもう一人だけっていう、 FKT 自体の楽しみは最長距離を更新するっていうところなので、不安じゃないですけどまた違う自分の持ち上げ方を今回知れるのかな。不安っていうよりは新たななんか引き出しが出せたらいいなとは思ってます。はい、お疲れ。ちょっと休憩をここで多めにします。あ、着替えます。さっきのあのタイムスケジュールやつ見ていいですか。ここまで来たんですよね。そう、次鎧駅まで取れる。あー、半分超えてますよ、はい、もう20分も使っちゃった。何分寝る？22分寝る？はい、はい、もう取らないで。開けるよ。よし、よし、コーヒー飲む？2.8 で経過時間、想定時間は30分。警戒持って走ったんですね。どうぞどうぞ、いってらっしゃい。行きます。はい、いらっしゃい。はい、イエー。よしよしよし、めっちゃ暑かった。足まで汗かいてる。行きます。よ、こっちなのか、こっちなの。ナイスラン、ナイスラン。間違えました。だってもうすぐ24時間だもんね。そうです。ってことは100マイル行くんじゃない？そうだ、朝来たら100マイル来れるわ。うん。変じゃん。間違った。進行だった。
消えるやん。元気になった。いける、いいですね。眠くなっちゃいました。もう少しで朝だ。はい、これを乗り越えれば。うん、目を覚めろ。ずれたね。ほんと左やけどな。左そっか、それなんだ。あ、ごめん、こっちや。ごめんごめん、これやったわ。やっぱりすいません、すいません。あったわ、右や。そうか、それね、そっちから来たね、多分。で、左行ったでしょ。違ったっけ。いや、違う、そっちから戻ってきました。嘘、じゃあ左やわ。これか。うん、あ、オッケー、合ってる合ってる。ごめんごめん。すごい道です。した瞬間にまた眠くなる。ブリブリ。はい。ああ。ん？疲れた今のトレイル。ああ、起きろ。うん、よし、行こう。いや、一回こんなる。
こっちで、バーで。やってないで。はい。どうも。よし、行きます。はい。よし。よし。よし。じゃい。10時に寝てスッキリしたと思ったのに。ちょっとだけ。三崎丸があると、ここが商店街だ。これだね。この博物館マーク。ほら。はい。休みながら寝てる？服取れた。寝てましたね。手が止まってました。すごい日差しだね。ね、昨日より暑いですね。この中に氷入れとくやんね、ここに。いや、大丈夫です。大丈夫？はい、すぐ溶けるから。よし、はい、行きます。いいぞ、OK ね。はい、眠くて、眠気がずっと取れなくて、サポートしてもらってるのにと思って、とにかく休憩は多くても
走るときは走ろうと思って。がないことをやるってね、初めてやったんだよ、そういうの。いろいろこういう難しさがあるんだっていうの分かったと同時にトレーニングして、こんぐらいかなと思って、こういう本番があることが一番自信になりますね。だからずっと1年半かなかったから、そこが結構モヤモヤ対処でしたね。ありがたい。じゃあ、いいもん取れましたか？バッチリ。おお、よかったよかった。おかげさまで、ありがとうございます。これはロード。うん。ですね。頑張ろう。もうちょっと。はい、ありがとうございます。すごいよ、後ろの。天気がバッチリ当たったから超綺麗だ。今日の夕日とかもあんな真っ赤なの見たことなかったし、自分の足で行く旅感っていうものはなんかいいなと思いました。自分の叩かれたから、はあ、最後までにかく、はあ、走り切ることを意識した、はあはあ、さあ君のみんな、すごいすごい、走ってる、はいはい、はい、ラスト、スタート、こっち、ラスト、40時間28分完走しました。イエーイ、おめでとう。なんかこう今回もオンタイムで来てる時に、あ、やってきたこと間違ってないなっていう感じがあったんで、それを大会にやればもっとうまくいくんだろうなと思ったし、実際のところ前日は緊張しなかった？なんかやめるっていう選択肢はないから、やるしかないっていう、別にナーバスにはそんなに、あ、そうそう、ナーバスにはならなかった、なぜか。そういうモチベーションがある？そう、もう絶対にやらなきゃいけないんだと。やばいね、その歩けば本当。どうしたらいいの？もう取らなくていいんです、もうすぐ取ろうとするんだから。あと何キロやる？じゃあここから、あと120キロ、走り続けます。俺の声ちょっとあれだよね、だんだん自覚あるんですよ。僕の声ね、眠くなるってよく言われるんですよ。ストレッチとかいらない？そうそう、来てくれ、足りた？もう尺足りた？Volkswagen.